午前7時、日本鋼管津造船所の朝。テスト航海を終えた25万トンの大型タンカーヤリンガ号が今帰ってきた。長さ338メートル、幅52メートル、甲板までの高さ32メートル。大きいのイチゴに尽きるその姿にはまさに王者の貫禄がある。昭和31年以来連続14年間造船世界一の名を独占している日本の造船業のエネルギーの秘密はどこにあるのだろうか。四面海に囲まれ、しかも石油、鉄、石炭、羊毛などから食料品に至るまで原材料のほとんどを輸入に仰ぐ日本。そして加工を生産して商品を輸出しなければ生きていけない日本。私たちの生活に必要な鍋釜から冷蔵庫に至るまで輸送費の占める割合は大きい。その意味で大量にしかも安価な船舶を作り出すことが日本の造船業の第一の使命なの。その努力が実って日本の造船量はおよそ世界の造船量の2分の1。昭和44年の実績では浸水量は930万トンを超え、第2位の西ドイツをはるかにしのいでいる。幕末に始まっておよそ100年、欧米諸国に比べて歴史の浅い日本の造船業がこのように成長した原因について東大工学部の平本教授は、第二次大戦終わってからほとんど日本の造船というのは壊滅状態になったわけですが、その時やはり我々の尖閣社が船の需要並びに造船業というのは日本に一番適したんだということで非常に苦労されたわけです。そしてそれがどうして実ったかと言いますと、学会も業界も共同一致して採算に直接関係するようなこともお互いにさらけ出し、技術の交流というものも非常に盛んになってですね、それが一番大きい。それからもう一つは造船の勉強をしている学生の数が多いということが非常に大きな原因だと思いますですね。